意外とね、十勝温泉あたりは大きな被害なかったんですよ、実は。旅館関係なんかでも。ところがやはり2000メーター外の地下から、この自噴ではないわけですから、やはりモーターで組み上げますから、そういった面でこの電気が1週間にわたってストップ、あと水道が、20日間ぐらいストップしたわけですから、そういった面でなかなか大変だったと。2年目から日本の座を昼くらいのって言いまして、そういういろんなイベントをですね、復活をさせながら、自転車そうですね、ね、あれは大きいですね。昨年1222名全国から集まって、大体145万人ぐらいのお客様が、なりまして、だいぶこの戻ってきたなそとうですか。いうふうに思ってます。この座間町の防災計画書というのを作成しておりまして、それの今回の震災にあたって、またその防災計画書の見直しというのは、させてはいただいた、災害が起きたときにですね、やはりそういった備蓄関係ですね、備蓄だとか、あとはやはりこの電気ですよね。ですね、それから発電関係含めた、その辺の太陽光も含めてですね、その辺に今、予算化をしながら、24年度から、逐次、予算を立てながら、今、対応しているということであります。特に東京の葛飾区でありますけれども、昨年の8月にですね、防災協定を葛飾区と結びさせていただいて、宮城県が特に沿岸部がいい状況なんで、この温泉場、この奥山脈で温泉ですね、この宮城の元気をぜひ一つ、発信をしていただきたいということと、観光の街でもありますし、そういったことで農業と観光を活用しながら、いろんな受け入れ体制に入ったということであります。開湯400年の十勝温泉、またあと伝統産業でありますが、十勝こけしの300年の歴史もあります。そして農業と観光で、ぜひ一つ仙台から60分でありますし、座間町に、いらしてください。お待ちしております。